ラブラスさん、あのさ、うん、うちらの会議には23時半ですって書いてあってさ、急に23時にしてるからちょっとやばい、どの時間だったか分からなかったでござるよ。ちょっと昨日準備できてないんだけど、我々昨日のスケジュールが正しくてですね、はい、ちょっとすっげえ前に送ったやつですね、それマジすいません。あ、そうなんだ、すいません。あ、ちょっと待ってね、こよとクロエも来ると思うから。来た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 、あ、来た。ちょっと待って、ね。高さが足りねえ、高さが。あれ、クロエ来るかな。あれ、これじゃない。どれだ。あれ。あー。はい。いた。あ、これだ。すいません。表たんと違うんやけど。すいませんでした。ないよ。なんだろう。すいませんでした。どうしてくれるの？ちょっとこの空気感。じゃあいいよ、我が輩がクロエ役やるから、うん、今から考えよう。うん、でもこよとね、クロが今一緒にいるの。一緒にいる？うん。一緒にいるわ。ふざけんなよ、マジ。匂わせすんな。我が輩の配信で。ごめんね、ちょっとこよくろラブラブなんで。ふざけんな、もう帰れお前ら。いいよ、我が輩と高根類とゆろはでいいよ、もうじゃあ。お前らいいわ、お前ら。今からオフしようぜ、オフ。オフ。そうでございます。会いに行くわ、もう、うん。配信終わりにするわ、もう。会いに行くよ。やめろ、誕生日。今。誕生日は迎えてござるよ、まあ、待ってるけど。そうだよ、まだ迎えてないんだよ、誕生日。そう、だからまだおめでとうも言わなくていい。そうだから心意気を伝えてほしいの、我が輩に対する。我が輩のお誕生日に対する心意気。うん、心意気心意気だよ。どういう気持ちなの？え、どついたろかとか。なんでだよ、なんでだよ。おめでとう言いたいなとか。角取ったろかみたいな。なんでそんな殺伐と。あげてくださいとか。なんでそんな血の匂いさせてくんの？もっと。カセ取ったろかもっといいやん。カセ取ったろかは助かるけどね。ラプラスはどうなの？何が？これから迎えるにあたって。いやだから、我が輩はやっぱり、お前らと過ごしたいよ。なんで笑うの、マジさ、なんか気持ち悪みたいな反応すんのやめてくん。いいじゃん、いいじゃん、別に思ってたって。最近我々のことちょろいと思ってるだろう。いや、ね、いやでもちょろい、そんなことないからな。ちょろいじゃん。おい、とりあえずの言葉はいらねえんだわ。形だけの言葉いらない。ラプラスの方がちょろいまである。いや、そんなことない。え、形だけって思ってんの？うん、ちょろいよね、ラプラスのこと。ちょろくないよ。いや、我が輩は本当にお前らと過ごしたいよ、誕生日。え、じゃあ23時55分にかけてよ、うんうん、またそうだよ。いいよ。あ、じゃあ誕生日過ぎたらまたかけていい？あ、もちろん。誕生日過ぎたらもう一人ずつかけるからね。なんか、うん、お祝いできないのちょっとあれだもんね。あ、そうだよ、そうだよ。お前ら、いつものやれよ、我が輩にもやれよ、おめでとうのやつ。なんでやってくんないんだよ。誕生日、お、め、で、と、坂又クロエ、生まれてきてくれて、あ、り、が、あ、適当すぎるだろ。おい、時間がなかったでござる。23時30分って聞いてたからさ、みんなもその感じで10分前ぐらいにやればいいかと思ったら、まさかの。おい、ふざけんな、我が輩の誕生日突10分前、ふざけんな、マジで。もっと考えに考える。10分ぐらいありゃいいだろ、10分前よ。もっと考えろ、考えに考えてくれよ、マジで。じゃあ、これから頑張ってね。これからじゃあ本当に時間あるんで1時間ぐらい、ちょっとそれで成果見せてほしいよね。めんどくせえ。めんどくせえとか聞こえたけど今。4人いるからバレないと思ってめんどくせえって言ったやついるやん。許すしようぜ、マジで。お前、聞こえてるからね。ボイコットしようぜ。おめえ、今何、博士の家にいんの、クロエは。え、博士の家にいんの、クロエは。いや、今コヨちゃんと外でデート中な。外でデート中？マジでできないじゃん。じゃあこれで終わりだ。いや、おい、うん、ふざけんな。ちょっと未来おめでとう。この流れなんだと。ふざけんな、ちょっと。え、我が輩なんで誘われてないんですけど。じゃあまたねー。おい、行くな。待て、行くな。待て、話は終わってない。おい、うん。
本当にいなくなるじゃん。本当にいなくなったんだけど。え？我が輩誘われてないんだけど。ふざけやがって。